7番の鳥取の横は通過。山口健也が自分からレースを動かします。ちらっと増木が山口の動きを察知、4コーナー回って増木の外、3番山口は並ぼうとしたが増木が1回突っ張った、先頭に対し山口健也が一旦抑える。これで外から1コーナー、7番の鳥取が前に出ます。9番の増木は7番で浮き合って早めに動いた。ジャンマイ2コーナー、増木が7番手から仕掛けていきます。3番の山口の横を通過するか、4番手取り合いになった、ダッシュオーダー、外から9番増木が4番手歌おすが、平原が連結離れた、平原離れた、山口健也が増木の人すかさず9番増木一人でいきます、一人で攻めていく。7番の鳥取が受け止める、壮絶な先行バトル、得点の再戦、1番松浦、ここは冷静に3番手、外へ出して仕掛ける、1番の、ここは松浦が松木が抵抗を取り越えた、松浦先頭、そして4番の岩津、中国28段、後ろ3番、山口が迫る、村上4番手、内、真ん中でやってる直線コース、1番松浦先頭、松浦先頭、4番岩津、岩津迫る、振り切った。ゆっくりと上昇、2番の古翔も4番和田圭を連れて動いてきそう。さあ前で待ちますのは7番の期待です。残り2周切りました。誘導外れてグッドペース上がります。さあ7番の期待が深谷を突っ張ります。5番の和田まくる番手マーク、8番小原3番手、神奈川3名前段、そして中段 4,5 番手地元勢、1番の松本に6番の橋本、金を迎えて3コーナー、2番の古翔は6番手、そこから動いてきます。さあそして一度引いた3番の深谷ももう一度仕掛けようとしますが、8番手のまま4コーナー待ってきました。さあ残り1周に入ってきます。2番の古翔は外から番手取ります。7番の期待の後ろ決めていきました。2番の古翔、そしてその後ろは4番の和田圭入っています。さあ今度は1番の松本がまくって4番手まで上がってきました。残り半周切って3コーナー、6番の橋本を連れて1番の松本が意地を見せる。3番手から2番手、7番の期待の後ろは2番の古翔、直線コース帰ってくる、番手から2番の古翔、優作が抜け出した、優勝は古翔。誘導からは外れました。2コーナーからバックストレッチ、誘導の後ろ3車身で4番の道場明則でアウトコース上がってくる、8番の川口を牽制する。さあ突っ張っていった4番の道場、道場の後ろは7番の岩本、1番の岡村、そして6番の萩原、行けなかった8番の川口が8番手に戻っている。初手の体勢となって赤番の周回に入りました。さあ飛ばしていきます4番の道場、迷うことなく先行体勢、7番の岩本、1番の岡村、そして6番の萩原貴之、打賞が入りました。難関カルテットが飛ばしていく、中段は変わらず岩土ライン、そして後方8番手、もう一度上がっていけるかどうか、8番の川口誠司、残りは1周です。逃げる4番の道場明則、マークは7番今本俊介、1番の岡村が3番手、4番手は6番の萩原貴之、2コーナーから最終バック。さあ番手から発進した7番の今本だ、岩本先頭、岩本先頭、1番の岡村が続いている、そして3番手には2番の吉田が上がっていきましたが、2センターから4コーナー、先頭は7番の岩本俊介、その後ろ1番の岡村潤、7番1番か、岩本俊介4連勝。最終第12レース S 級決勝、道場が先行、役割を果たしてその番手から7番の岩本が踏み出しました。番手発進から押し切った7番の岩本、まもなく4コーナーからホーム、周回残り2周です。前段は近畿、8番窓場、後方の出方を見ています。番手は1番の脇本、7番の古翔が3番手、前から8番の窓場行きます、そして9番車の期待が上がってくる、3番深谷を連れています。打賞なって600、前から逃げる窓場、2番手1番の脇本、9番車の期待勇気が現在2番手のアウト、3番の深谷がいまして、外4番車伊藤相馬が上がる、最終の1コーナー、前は8番の窓場、外から懸命に4番車伊藤相馬が上がる、まくり切ったのが4番の伊藤、2番手1番車の脇本切り替えて、外のコースは9番車の期待がいまして、
2番の清水が外上がってくる。7番車故障が3番手、まもなく4コーナーから直線、先頭4番の伊藤、1番の脇本です。続いた7番の故障で近畿の両名、最後は脇本。残り2周回、赤間のホームに入っています。先頭1番の山田洋平、山田が先頭です。8番の菅原がさらに動いていって、さあ前の位置を伺っていきます。1番の山田が先頭、さあ8番の菅原が1番山田を切って前に出て、さあ9番の町田がその上を発進、さあジャンの3コーナー、8番の菅原前々行きますが、9番の町田大が叩き切って先行態勢に入ります。5番の小倉隆二が2番手、8番の菅原今日もこの後ろ3番手を取りました。6番2頭周4番手、1番山田洋平は5番手足を止めて、そして様の姿7番手、2番の浅井は後方の8番手、2コーナーからバックに入ります。後方から2番の浅井、1番の山田が仕掛ける、先頭9番の町田大が1番山田のまくり、さあ3番手から2番手、渾身の一発決まるかどうか。先頭9番の町田大が1番の山田洋平のまくり一発は決まった。直線コース、先頭まくりきた1番山田洋平、さあ地元の G3 優勝のゴールです。2着に5番の小倉隆二。前で7番の古生が構えて、4番山田マーク近畿の両名、3番手4番手神奈川で軍事に佐々木、2番の神奈川が仕掛けて残り2周回、先に神奈川がレースを動かします。1番軍事、6番佐々木、神奈川両名上がる、ジャン前2コーナーからバック、軍事が早め前に行きまして、2番の神奈川3番手、3番新山、9番佐藤、そして5番車の松本が乗っている北勢、上がってくる東北勢、前は3番車新山に代わって9番車の佐藤が2番手、追い上げて5番車の松本が後位3番手で、軍事が3番手、6番の佐々木が中段4番手、2番の神奈川6番手からまくる、まくる神奈川現在3番手、3コーナーを迎える、3番新山、9番佐藤が2番手、まくり上げる2番車の神奈川、近づいて間もなく4コーナー、捉えた2番車の神奈川タイト、2番神奈川です。9番佐藤慎太郎の回転力も光ります。4番長澤武史がこの東北3番手につけました。8番手は3番深谷智弘です。深谷も2日目3日目といいまくりを打ちまして、豪快な勝ちっぷりを見せました。そして5番車の酒井陽も単独ですが動けます。現在最高峰の位置取りです。 SQS 班4人が全員決勝に駒を進めた争いですが、さあ先に2番新山から動いて出場権を取っていけますか。しかし犬伏優也突っ張りました。7番清水博人が2番手、この後ろ九州の2人も追走、8番の阿部正弘、6番の大坪光一です。3番深谷智弘がさっと中段5番手に入りました。5番の酒井陽が6番手、東北2番の新山恭平は結局7番手に下げました。マーク9番佐藤慎太郎が8番手、最高峰4番長澤武史です。さあ2コーナーからバックほぼ1列、1番の犬伏が快調に逃げます。2番手車間を切るのは7番清水博人、盤石でしょうか。8番の阿部正弘、3番手の時間ありません。さあ3番車の深谷が中段から豪快にまくってくるが、あして番手から7番清水、8番車の阿部正弘も直線勝負に持ってくるが、7番の清水と8番の阿部だかどうか、阿部が伸びきったかどうか。8番黒沢誠治の後ろ、4番下森田と早くも上昇していく。3周回目の3、4コーナー、8番黒沢引っ張るライン形成、埼玉5社外上がっていきます。これで内に包まれる体勢は3番増木、
内のコース2番の深谷の横まで8番下黒沢上げて、8番下黒沢誠二引っ張る関東5社が前に出ていく。2番下深谷は引いてこれで6番手、3番増木は8番手回りでジャンガナッタ。さあ埼玉勢思い描いた先行体制、ロケット体制だ。8番黒沢誠二の先行体制で4コーナーカーブ、長い5車先頭でレースは残り1周。2番下深谷は6番手前からまくりなるか、あるいは8番手3番増木の反撃が怒涛の反撃となってくるのか。4番下森田の番手発進、1番平原浩太牽制状態、7番下武藤達夫3番手、2番下深谷智弘が食い下がってくる、その外側から3番下増木匠が追い込んでくる直線コース。4番森田先頭だ、森田先頭、3番下増木、3番下増木だ。3着滑り込んで決勝進出。さあ赤番標識に向かいます。7番手から久米が児玉の横でワンクッション置いてきました。久米がまずレースを走って、野口がスッと吉川の外、やはり準決勝同様児玉の後ろ、野口はここピンポイントで勝負をかけたか。吉川 VS 野口の児玉の後ろ、6番手取り合います。残り1周半、打勝を迎えた。児玉は5番手どっしり構える。5番の小林以降、2番手から3番の尾崎が小林横並んでいる。ペースはスローダウン、我慢比べか。7番の久米が児玉の位置を確認している、まだ様子を見ている。5番の小林以降は久米の後ろを狙ってきている感じか。いや小林以降は逃がされる、小林以降は逃がされる形だ。児玉は5番手だ。ここは初日のティアラカップ同様、児玉5番手、2番手7番久米、2写真車間を開けているか、余裕あるか。そして5番手から児玉が行った、児玉が行った、4番手3番手尾崎の上、さあ7番の久米の番手の上、その上行った行った、地元の主役児玉抜き出した。2番の吉川が迫る、4コーナーバッター児玉先頭、児玉先頭、地元のエース完全 V、 1番2番3、4、6、3着ローカー、地元のエース児玉葵、見事に決めました。決定お待ちください。5番手から豪快なまくり、2月3月苦しい時期を乗り越えて1回でしっかりとここに照準を合わせ、最後フィナーレ大輪の花を咲かせました。3着どうか、尾崎柳原3着どうか。まず児玉葵から吉川美穂、3着どちらでしょうか。3番の尾崎か4番柳原か、1、2、3の入着順です。昨年のファールカップ以来、児玉葵は G1 通算2回目の優勝となる模様です。開会式の関東宣言に始まり、フィナーレまでまさに児玉葵の